見てないうちに、どうも、ゆうきりん林こと、ベーシストのゆうきでございます、ベーシストのりんでございます。どっちでもこの間出した、ビデオでですね、まあ、跳ねてるグルーヴとあと跳ねてないグルーヴっていうのを、やったんですけれども、それで、どうやったら跳ねるのっていうもっと違う内容のご質問が飛び交ってきているので、それに答えるというか練習法を探していけたらなと思ってちょっと今、ビデオを撮ってこまわしてるんですけど、前回のトラックはちなみにこういう、まあみたいな、感じのやつなんですね。チュンチュカツクツクタカツクツクチクタカツンカチクタカツクチャッタタッタタッタッタ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 タカ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 タっていうこう三連符をこう、本来はこう感じながら演奏しなきゃいけないんですけど、まあそんな常に俺もこうタカタ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 ってことだけばっかり意識してるわけじゃないんだけど、でもドラムの人がどうやって跳ねてんのかなとかそういうことをやっぱり想像しながら弾くっていうのがやっぱりミソだったわけですね。でタカタタカタがまあできなかったとしても、とりあえずタカタの3番目だけこう当てはめるとかそういうことだけ考えて、カツンカツトゥンうんパットゥンカトゥンカトゥンスクタクトパットゥン、例えばこういう跳ねてるポイントにカットゥンカットスクタクチクタクトゥパッ、これ跳ねてるポイントにベースをうんってこう入れられるかどうかとか、まあ、だとか多分今かなり、音符少なめに弾いたけど跳ねてるっていうのは多分見えてるはずなんですよね。多分それはドクドクタクタカっていうそのドクドクタっていうことですよね。ドクタ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 のこのドクタのタの部分ですね。ワン、ツー、スリーのスリーの部分にこう当てはめて適当にガッガッガッ、だから例えばフレ、まあ、そういうフレーズを作っちゃって、歌まで見えてたらもう最高なんですけど、あとまあその人によってもスイング感とかそういうのも全部違うから何とも言えないんだけどな、何でも言えないんだけど、でもまあ一応そういう練習はおすすめかな。今のとかもずっと継続して同じグループでずっとやってられるかどうかとかそういうのも、ちょっともう一回弾いていい、今すげえいい練習だったな。自分に言ってみる。例えば、
カタタカタタカタタカタに全部当てはめて弾いてるんですけど、まあちょっと長たらしくすいませんね。まあ一応跳ねてるのを意識するにはとにかくそのタカタタカタに当てはめて弾くことを意識するをまずあれですね。すいませんね、僕もちょっと演奏が荒いですけども、まあちょっと参考になればと思います。ゆうきりん林でした。またまた。